誰もが自分の道を探していた修行の土佐足摺岬。身投げする新道夫婦を救った日、僕にも事件が起こった。何かあったの？親父が危篤だ。もっと早く、もっとアクセル踏んで。生きてくれ。特急、しっかりして。ちゃんで、あ、そうさ、うん、関東戻った。お遍路に出とうと聞いとったけんね。お通夜はもう、うん、お通夜やった。まあ年も年じゃけんな、大往生やったけんな、よーけ集まってもろてな。そうだね。特急、話がしたかったよ。おやじさ、特急。はい。よ。おやじ。はい、我慢我慢。あいて、なんだよ、元気じゃないか。一時は大変だったのよ、血圧がファーッと下がっちゃって。ほんでわしが呼ばれたんじゃ、ピンチヒッターやな。もうお通夜入れちゃってたからね、お森のばあちゃんの。紛らわしいんだよ、大往生なんて言うからさ。俺はまたてっきり。ほなけんどおまはんよー、これ雨玉こんまい時によもろとったで。ほなけんな、わざわざ来たんかなと思うてな。で、親父はもういいの？点滴一本打ったらピンピンしちゃってね。せっかく孫さん来てくれてるのに、俺がお気をあげるなんて言い出しちゃって。おやかさんにも必死に止めたんじゃ。お気をあげ持って倒れたらそれこそシャレにならんけんな。こっちは終わりました。痛み止め打っときましたけん。どうもありがとうございます。容体は安定しとるけんど、くれぐれも安静に頼みますわ。お経をあげるなんどとんでもないですわ。これから注意しときますわ。申し訳ありませんでした。ほな今夜はこれで。ちょっとそこまで。よいしょ。大ちゃん、わしもそろそろ。ああ助かったわ、うん、気ぃつけてな。いやいや、気ぃつけんのはお前やねん。ありがとう。じゃあ私も。どこ行くんだよ。洗濯物でもしてくるわよ。父さんと話すんでしょ。いろよ。なんでよ。間が持たないんだよ。面と向かって話すなんて20年ぶりぐらいなんだからさ。足摺の方にいたそうだな。ああ金剛福寺にいたんだ。あれは確か38番。ああそう、38番。急いだよな、ホテルのバン借りてさ。あの中村の駅でやっとタクシー捕まえたんです。ご苦労だったな、端から端まで。どうだい、お遍路は？うん、なんとか楽しくやってるよ。いろんな人に会えるし。あ、変わった人に会ったな。錦札を持った先達さんで、名前は坂田って言うんだけど。坂田というとあの坂田かな。年は60ぐらいでヒッピーのような。あ、そうじゃないきっと。いや、とっても変わった人だよ。見てないようで人のことよく見てんだ。
いい加減なようでどこか真剣で。あ、それだ。お知り合いなんですか？いや、まあ知り合いというほどでもないが、お遍路に行くとよく会うんだよ。最初に会ったのは確かまだベトナム戦争やってたな。そんな前からですか？いろいろ背負ってるんだよあの人も。気が向いたら話してくれるだろう。どうだい、せっかくだから一杯やろうか。え、じゃあ私支度してきます。おいおい、お前は写真でしか知らんが、わしには年の離れた兄貴がいてな、子供の頃から寺は兄貴が継ぐと決まっとった。父親が亡くなると25で兄貴は住職になった。その頃俺は大阪の大学行って羽を伸ばしとったよ。だが兄貴が死ぬと呼び戻された。檀家や親戚の前に引っ張り出されて寺を継ぐと言わされた。真っ平だったよ、坊主になるなんて。お前は俺に似てるんだ。じゃあどうしてあんな口うるさく言ってたんだよ。わかるからだよ、お前の気持ちが。だが寺を継いでもらわんと困る。好きで言ってたわけじゃないさ。おやじ、言わなくちゃいけないことがあるんだ。嘘をついてたよ。寺を継ぐなんて言ってたけど、まだそんな気持ち固まってないんだ。ごめん、悪かった。分かってたよ、お前は昔の俺だからな。嬉しい嘘だよ、親父のためについてくれた嘘だ。15年俺は帰ってこなかったじゃないか。その間何考えした？いつかこうやって酒を飲むことだよ。気にしていいぞ。俺のことや檀家のことは考えんでいい。心の底から思うだけのことをしろ。あなたどうしてお遍路行ったの？取材ですかね。持ち込み用の原稿書かなきゃいけないし。建前はいいからさ、本音はどうなの？トッキーを追いかけて行ったの？あの子がそんなに好き？意地が悪いですね。答えにくいですよ。意地が悪いわよ、一人息子の母親なんてものは。気をつけなさい、答え方で寝踏みしてるんだから。確かめに行ったんです、本当にトッキーさんと結婚していいものかどうか。そう、それで分かったの？どうかな。だいたい特急さんはっきりしないじゃないですか、お寺を継ぐのかどうだか。そうよね、それを早く決めてもらわないとね。口では継がないって言ってますけど、お父さんのことすごく大事に思ってるみたいだし。そう、どうしてそう思うの？話がしたいって言ったんです。15年口も聞かなかったけど、もっと話せばよかったって。そう、あの子がね。よかった、もうお寺なんかついでも使わなくてもいいわ。え、そうなんですか？だってお寺継いだって特急幸せになるかどうかわからないじゃない。お遍路に行った甲斐があったわね、そう思ってくれたんなら。お母さんはお寺より特急さんの方が大事、
そりゃそうよ、母親ですもの。あなたは？え？あなたの人生より特急が大事？ああやって一晩中夜研ぎをするのね。はい。飲む？いい。お父さんと話せたの？15年のうち半年分ぐらいは取り戻せたかな。私もお母さんと話した。なんだって？女の勝負ね、恋人の母親と喋るのは。宿題もらった感じ。俺もだよ。寺を継げって怒鳴られるより厳しい言葉をもらったよ。ねえ、うん、子供の頃から何百回もお葬式見てると、どんな大人に育つの？俺はさ、目の前ばっかり見るやつになったな。いつか死んじゃうと思ったらさ、先のこと考えるのがバカバカしくてさ、寺から逃げ出すことばっかり考えてたな。どんな人間になろうかなんてちゃんと考えたこともなかった。そこを疲れたよ、親父に。明日で終わりだ。え？俺の夏休み、このまま東京に戻るよ。延長すれば？あと3週間、お部屋まだ半分よ。そうはいかないよ、俺はサラリーマンだからさ。特急はいつもそうだね。何がだよ。忙しいから、仕事があるから、サラリーマンだから、そう言って答えを出さずに大事なことから逃亡しちゃうの。お寺のこともお父さんのこともそうだったんじゃない？私はもう少し歩くわ。とことん考えたいからね。おやすみ。おやすみ。きついなあいつ。逃げてばっかり。俺がただ気に入らないっていうだけだろう。気に入らないっていうだけだろう。気に入らないっていうだけだろう。ちょっとな。本当に帰るつもり？ああ、帰るよ。もったいないじゃない、せっかくここまで一緒に歩いてきたのに。一緒にいることなんかないよ、もうこれ以上。お前は俺を必要としてないんだ。東京帰るよ。会社は俺を必要としてくれてるんだ。帰っちゃいますよ。しょうがないのよ、もう。結局は私たちここまでだったのよ。3週間ぶりか。テンション上げていこう。
帰りなさい。やっと追いついた。バスで来たの。はい、ちょっとズルしました。でもほんのちょっとです。いいわよ、言い訳しなくて。よー、みんな久しぶり。今日からガンガン働くよ。よろしくね、よろしくね、よろしくよろしくよろしく、哀愁。あ、ゆかちゃん。あ、特急さん、ようこそ会社へ。あれ、いや、みんな忙しそうだね。発表会の準備です。秋の新製品が。誰のプロジェクト？特急さんの。え、まだ余裕あるでしょう。あと一月もあんだから。2週間も前倒しになったんですよ。そう、宣伝計画も大幅に変更になりました。つまり特急さんの企画ボツです。ボツ？寺島さん東京に帰っちゃったんですか？そうなのよ。今朝タクシー呼んでね。どうしてもと。昨夜私たち足摺岬のホテルに泊まったんですよ。でも夕食は居酒屋に行こうかっていう話になりましてね。ありがたかったわね。寺島さんが私たちを励ましてくださるっておっしゃって。僕はね、新藤さん、あなた方は大英断をされてお遍路に来たんだと思うんですよ。だって息子さんは飯を作ったり買い物に出たり、今までしたこともないようなことをしなきゃいけないわけでしょ。ずっと引きこもりだったわけだから、それこそがね、教育ですよ。これからは親を頼るな、そういう無言のメッセージを息子さんは感じてるはずなんですよ。今帰っちゃいけない。最後まで我々と一緒に歩きましょう。あなた方が一歩歩いてるうちに息子さんも一歩前進してるはずなんですよ。はい、うん、いいこと言うじゃないですか、寺島さん。いやいや、そうなんですよ。まあ、あの、いや、最初のうちは良かったんですけど。でもそのうちにね、僕なんかね、万事それでうまくやってきましたよ。ええ、ほら、親の背中を見て子供は育つって言うじゃないですか。そういうことなんですよ。ね、ほっといたって二人の息子は立派に独立してくれましたよ。ね、あの辺から変わってきたのよ、安子さんの顔色。マグマ溜めてましたね。で、ドカン。ドカン。どこが万事うまくやったのよ。なんだよ。じゃあどうして秀明は結婚式にも呼んでくれなかったの？私には来てほしかったけど、私に言うとあなたも来るから言えなかったんだって。行きたかったわよ、息子の結婚式ぐらい。押し返すなよ、今さら。軽蔑してるのよ、あの子たちは。あなたをいつも逃げたから。秀明が学校でいじめられた時も、高志が女の子妊娠させちゃった時も、あなた逃げたわ。自分で解決すりゃいいって。今だってそうよ。40日夫婦でゆっくりちゃんと話そうって。でも私の言うこと聞いてくれないじゃないの、逃げてばっかり。じゃあお前こそまともに話をしろよ。何が不満なんだ？お前は一体何がしたいんだ？日本語教師か、友達のブティックを手伝うことか、本当にしたいのか？それ全部思いつきだろ。本当にしたいことなんか何にもないんだよ。俺がただ気に入らないっていうだけだろう。あなた、これ以上一緒にいない方がいいな。感情的になってお互いに傷つけ合うだけだ。東京帰るよ。お前は皆さんと一緒に歩けばいい。寺島さん、子会社行くことになってましてね。仕事が待ってるんですよ。じゃあ。ありがとうございました。で、安子さんはもう一度話そうと思ってホテルのロビーで待ってたんですけど。いいのよ、もう気にしないで。私は一人で歩くんだから。お待
たせしました。すごいの頼んじゃいましたね。もうカロリーなんか気にしないの、やりたいようにやるんだから。つもりだよ、スケジュール2週間前倒しにするなんて。それになんだ今のモデル、ショーアップする必要なんかないんだよ。これでよかったんだよ、機能をストレートに伝えれば勝てる商品なんだ。お前会社が分かってないよ。なんだと？状況は刻一刻と変わってくんだよ。じゃあ俺に連絡しろよ、俺のプロジェクトだぞ。偉そうなこと言うなよ。3週間も休んどいて。ああ本部長派手になりそうだろう秋のキャンペーン。いやこれも全ては副社長のご指示でね。えほら秋にはナンバーポータビリティってやつが始まるだろう。おまけによそから強力な新製品が出てくるって情報が入ったんだよ。まあ我が社としても正念場だからさ。分かってましたよそんなことは。だからそれでも勝てる機能ですね。守りきれなかったよ君のこと。3週間休暇取ったって言ったらこの大事な時に何してるんだって副社長頭から湯気出しちゃってさ休めって言われたの本部長ですよ。人事からも言われてるって。俺そんなこと言ったかな。言うはずないよこの大事な時に。あ君招待者リストどうなってる。あ今ご報告に上がろうぞ。そりゃ何度もお前に連絡しようと思ったよ。でも人間って弱いな。俺ここが勝負どころだと思っちゃったんだよ。本部長になれるかお前の昔の上司の寺島さんみたいになっちゃうけどな。自分の手柄にしたかったんだよ。ずっとお前に水あけられてるから。会社ってそういうとこだよ、立ち止まったら負けなんだよ。カメラマンだったんですか。ああ一応な。でベトナムに行ったんだ。なんで市長誰に聞いた。特急のお父さんからです。ああまあ若かったけんの名誉よく出世よく随分えぐい写真も撮ったわ。じゃあなんで辞めたんですか。でもいろいろあったよ。ベトナムで。うん。何があったんですか。まあそのうちにな。いや本当申し訳ない。パンフレット全部やり直しになっちゃって。これみんなで食べて。いや特急さんは信じたんだけどな、デザイン守ってくれるって。まあいなかったからしょうがないですけどね。本当申し訳ない。おいこれ特急さんからケーキ届いたから
貫徹3日分のご褒美だって。いただきます。いただきます。もうどんどん食べて、1人2個ね。ごちそうさまです。どうぞ。いや、あ、そういえばさっき寺島さんが挨拶来ましたよ。来月からよろしくって。え、本当？旅行行ってんじゃなかったかな。仲良くやろうなんて言われても困っちゃうんすよね。所詮ハンコースだから野飾部長なんですから。あ、西村君。あ、はい。僕これから資料探しに行って、その後直帰しますから。はい、お疲れ様でした。寺島さん、あの人の後釜で来るんですけどね。いや、見てると寂しいもんですよ。昼飯はいつも一人だし、することないから資料探しばっかりしてるし。不祥不滅不屈不浄不増不減不交不不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 本当バチが当たるぜ。あ。いや、最高だな、坂田さんのメッセージは。聞こえなきゃもうびっくりしてきちゃうんだよ。元気になりましたね。いや、息子になんか負けちゃいられませんよ。ほら、おしゃべり一言しがくれちまうぞ。はい。大丈夫ですか？すり抜いたかな。私パソコン持ってます。 ありがとう。ごめんね。いやいや、ご主人のこと考えてるのよ。こうタイトルを書いちゃったこと。うん、だな。考える時は歩く癖がついた。出世のために副社長にごまをする本部長や、隙を見て僕を追い越そうとした前田が問題なのか。いや、そうではない。彼らを見て僕はなんだかとっても悲しい人間たちに見えてしまった。サラリーマンのくせにそう思ってしまった。僕の心が問題なのだ。こんばんは。あら、いらっしゃい。寺島さん来てます。よ、なんとなく来ると思ってたよ。どうも。一生懸命働いてきたご褒美に何もしなくても給料。
するなんて言っちゃったんだ。女房も分かってたんだよ、俺に他に居場所はないっていうことをさ。夢にも思わなかったよ、この頃の俺がタイムマシンに乗って今の俺に会いに来たらきっとがっかりしちゃうよ。大抵の大人はそうなんじゃないですかね。そうかな。みんなこんなはずじゃなかったと思いながら年を取っていくんじゃないですか。悲しいな。どうすればいいんですかね。どうしたらいいのかな。酒癖悪いわ意外と、はい、手連れてこい。もう部屋で寝てるわよ。あんたのところじゃないの、うん、うちの。東京帰ったじゃないですか。なんでなんで帰っちゃったのよ。喧嘩したでしょ、売り言葉に買い言葉みたいな。バカだね。こんな意味覚えてさ。本当だよね。さあお怪我直しましょう。はい、はい、我慢してくださいね。はい、まだっすよ。手伝わされて、そっち、はい、大丈夫よ、痛くないですよ。はいはい、レイちゃん、はい、上手だね。私看護師なんすよ。あ、じゃあナース。ナースなんす。ナースが何しにおへんの。まあいろいろあるな。私はね、はい、一人でも生きていけるわ。やりたいことがいっぱいあるから。何がやりたいんですか、安子さんは。まずお家を売ってマンション借りるの、吉祥寺。いいですね。それから犬を飼うの。旦那犬嫌いだったから。それから洋服。もう誰も無駄遣いなんて言わない。それからもうないの。わかんない。誰なんだろう私。何を一番したい人。
寝かせましょう。また3週間休む。はい。有給届はもう出しました。ギリギリ残ってましたから。君分かってるかな、自分が何をしようとしているのか。はい、そのつもりです。あ、そうだ、来週副社長との懇親会がありましたよね。発表会の色を兼ねて。そうだよ、君も一応メンバーに入ってるよ。それも出られませんね。副社長によろしくお伝えください。失礼します。3週間も何しに行くんだ。考えに行きます。何をだね。自分が誰かってことですかね。脱落だな、あいつは。そして僕は足摺岬に戻った。ここから再び歩き始めるのだ。よう、寺島さん。歩くんですか。ああ、会社や仕事も夫や父親の役割も金の心配も見栄や外分も背負ってるもん全部捨てたら俺に何が残るか考えたくなったんだよ。わかります。今までは女房に引きずられて嫌々歩いてたけど、今度は自分のために歩くよ。俺もです。今度は親父のためじゃなく自分のために。連中どの辺かな、追いつけるかな。追いつけますよ、気合が違うから。よし、お遍路がなぜ白装束を着るのか、その意味が分かった。世間の赤にまみれた己はとりあえず死んだことにしろ、多分そういうことなのだ。世間を捨てれば心細い、糸の切れた風船のような気持ちになる。その時金剛勢に帰された同業二人が心強い。お遍路は一人で苦しむものではない、いつも空海が一緒に苦しんでくれる。
エリちゃん。何？ナースなんだって？やだね、男は。ナースって聞くと途端に目の色変えんなよ。合コンしないからね。ラム大師返上今後七部大師返上今後やてやてはらやてはらそやてぼじそわかあんやしんよ。わしのお遍路やってていつも思うんじゃけどの、この八十八箇所ってのはよーできそうな思うとんじゃ。お神の泡、修行の土佐、五代の世、そして涅槃の讃岐。それで修行の土佐を終えてのこの五代の世に着いた時には、なんかこう穏やかな気分になったんじゃのう。ほんまにようできてるわな。なるほどね、前こと言うな。そうか、うん、うんうん、発信の泡、うん、うん、はい。え、その後なんだ。修か、うん、あ、修行の土佐だ。飛んじゃった。あ、次は棒菩提の意よ。やだ、全然覚えてないじゃない。なるほどな。なるほどじゃないでしょう。あなた、いやいや、それも修行だからしょうがない。なぜか無性に翔子に会いたい。僕が東京で感じたことを翔子は分かってくれるだろうか。心の底から思うこと、僕にとってそれは何だ。翔子にとっては何だ。おい、特急。はい。携帯持ってるか。置いてきました。持ってきたら会社のこと忘れられないと思って。俺もだよ。安子どうしてるかなと思ったんだけどな。意外に奥さんなんじゃないですか。何が。全部捨てて最後に残るもの。バカ野郎、そんなわけねえだろ。そんなわけないよ、あんな面倒くさい女房。にぎやかね。ああ、さすが温泉町のお寺さんだね。たまにはよかろうが、こいつも。お医者さんなんて。脱水症状が出てるって。 2,3 日は休んだ方がいいみたい。でもよかったわね、みんながいてくれて。私たちもね。
人に助けられるよね、お遍路というのは。私も嬉しいです、少しは役に立てて。こんな気持ち久しぶりだな。でも看護師さんしてたら毎日そうでしょ。そうでもないの、慣れちゃうの。銀行員がお金の勘定をしたり、そういうことと同じみたいな当たり前のことになっちゃうの。人が死んでいくことも。友達がね、入院してきたの。小学校の時一番仲が良かった子。偶然だったのよ、私が担当になって。もちろん私は治療なんてしてないけど、この子は絶対元気にするぞって思った。夜中眠れなかったら話し相手になろうと思って、当番じゃないのに宿直もしたの。痛い病気だったの。苦しんだんだ彼女、私手握って励ました。絶対治るよ、私が治すよって。だけど二月入院して死んだの。私泣いたわ、彼女の妹より。それでお遍路してるのね、彼女助けてあげられなかったから。違うの、次の日になったら私はもう彼女のことを忘れていたから。大事な人が死んだのにお金を数え終えたみたいに忘れていたから。心が変になっちゃったの、人が死んでいくのを見すぎて。だから取り戻したいの、当たり前の気持ちを。命が重たいんだってこと。そうすればこの仕事をやっていけると思うから。エリちゃん、昔ベトナムで戦争だったの知っちゃろ。わしのあそこで写真撮っちゃったんよ。まあ若気の至りっちゅうかの、絶対スクープものにして全世界に発信しちゃろう意気込んでよ。そりゃあまあ初めの頃はファインダーに映るもんみんな衝撃的じゃった。シャッターを押しまくっちゃ。じゃがよ、慣れっちも恐ろしいもんじゃの。エリちゃんじゃねえけども、人が死ぬっちゅうことにだんだん鈍感になりよるんじゃ。しまいにはもう額ゴロゴロしてる中パンくわいて歩きよったもんな。そんな時のあるゲリラの村をアーミーが総攻撃するっちゅう情報が入ったんじゃ。これはもう久しぶりにすげえネタものにできると思っちゃうよ。腹すかしてるみたいにジャングルで待ちよったか。だけどなんかいつもと様子が違うんじゃ。どっかでゲリラ潜んどるかもしれんけど、どう見てもな、その村女と子供しかおらんのじゃ。だその子供が可愛いんじゃ。日本の子供と似たような遊びしておってよ、恥ずかしいなと思いよったその瞬間によ、この後起こることを思ったら急に体が、ね、ブル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 震え出してよ、ものすごい怖くて体がどうにも動かんのじゃ。そのうち総攻撃が始まりよって、子供もお母さんたちもバラ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 殺されていきよう、ね、カメラも逃げらんとよ。ただもう切るみたいにずっと撮っただけじゃ。見殺しじゃ、見殺しにしとったじゃろう。
もしな、ほんまもんのカメラマンだったら、どんなことがあってもな、シャッター切っとった。ピントがボケとったもの、それはわしできんかった。わしにはもうプロとしての覚悟ができてないんじゃ。だけどよ、エリちゃんは偉いの。ちゃんと人を助けちょる。わしなんかよりもずっとしっかりした考え方しちょ。来ましたね。ちょうどよかったですよ。僕らも2、3日は休めってことでしょう。本当はね、最後まで皆さんとご一緒したかったんですがね。本当にありがとうございました。生きる力をいただきました。あの、行かせてください。今なら歩いていける気がするんです。ご無事で。皆さんもね、ご縁があったらまた お会いしましょう。じゃあ財布取られんよ、気ぃつけや。はい。ありがとう。気をつけて、気をつけて。いってらっしゃい。いってらっしゃい。雨の日好きなのよね。どうして？晴れてると落ち着かないじゃない。外のみんなが私より楽しいことしてる気がして。そこがダメなのよね。いつも比べちゃうの。自分だけの幸せでいいのにね。怖くなってきちゃったな私。何が？結婚とか夫婦になることとか。そりゃそうよね。私たちみたいな夫婦見ちゃったら。っていうか全然分かんなくなってきちゃった。私と特急ってどうして夫婦になろうと思ったんだろうとか。やっぱり私は特急の幸せより私の幸せの方が大事なんじゃないかとか。そもそも違う人間同士が一緒に暮らしてうまくいくはずないのになとか。お遍路して自分見つめすぎちゃったのかな。こっちじゃないですかね。あなた、安子、お、はいはい、来い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 。ああ、すごい。あなた、
戻ってきたよ。特急さん、翔子さん待ってるよ。ああ、翔子。うん、おかえり。追いついたと思ったのに、心の距離は離れていました。そしていよいよさぬきに入った。あと6日ほどで決願、つまり遍路のゴールを迎える。願いを結ぶと書いて決願。その時僕らに何が起こるのだろう。ここは四国お遍路の中でただ一つ一寺二札所いうての、あれが68番の神蓮院、こちらが69番観音寺。あの神蓮院は昔神宮寺割りとってな、それが明治の神仏分離令において本地仏の阿弥陀さんがこっちに移った。それで札所は二箇所。なんか得した気分なんだから。翔子。ん？なんかよそよそしくない？ごめん、そんなつもりないんだけど、顔合わせにくくて答えが出てないから。答えって？特急のお母さんにもらった宿題の答え。あなたはあなたの人生より特急が大事に思えるかって。お袋のやつそんなこと言ったの？うん。困っちゃうよね、全問答じゃないんだからさ。誰だって自分が一番大事に決まってるよ。結婚だってさ、結局は自分のためにするんだから。私も最初はそう思ってたの。でもそれじゃつまんないんじゃないかなって気がしてきて。恋愛だったら全然いいんだけどね。特急はどうするの？え？東京でいろいろ考えてきたんでしょ？そろそろ答え出さないとね。もうすぐお遍路終わっちゃうし。さあ、新藤さんのご夫婦っていっつも手つないでたよな。そうだったわね、いつも仲が良くて。うん、俺たちもやってみないか。俺だって恥ずかしいんだよ。だけど東京帰っていろいろあってさ、やっぱり俺にはお前しかいないのかななんていうふうに思ってさ、まだ別れてもいないんだけど、その変なんだけど、よりをお前と戻したいっていうか、なんていうか。なんだよ、うまい。カカオは 88%、 ぴったりですよ。88カ所巡りのおやつに。うん、苦いけどうまいね。ちょっと全部食べないでくださいね。エリちゃんにあげようと思って買ってきたんですから。
手つないでる。え、どうしちゃったんだろう。あ、はあ、でもなんかホッとする。あの線や仲が悪い方が。お、何？全部食べてしまう。はい。やっぱり変。急にこんなことしても不自然。じゃあどうしたらいいんだよ。俺だって頑張ってんだよ。気持ちは嬉しいの。だけど大学生じゃないんだから。とりあえずあの頃の気持ちを思い出そうと思ってさ、うるさい、またうまくやってけんじゃないかと思ってさ。違うんじゃないかな。何が。昔のことじゃなくてこれからのことじゃないかな。これからどちらかが死ぬまでどんな夫婦でいようか、大事なのはそのことじゃないの。若返って手つなうことじゃないわ。違う。違わない。おいしい。全然違いますね。ツルンツルンですね。のどごしが違いますよ。おーふ、何しようんだば。はい、何しようんじゃ。広島がさっきからペッ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 強い飛ばしてよ。そばじゃねえんだからか、送り込めんかって。え、初めて知った。のーちゃん、おーやのー、よく見とけよ。こうやっての。お、うん、お茶は生まれたからもうずっと三食うどんじゃ。そう、おお、もう腹だけ言ったら出しが出る。で、こうするんですか。ちゃうわ。こうやるよ。あ、そうだそうだ。俺たちにはハンデがあるんだよ。ハンデですか。だってあいつら俺たちが東京行ってる間にずっと毎日歩いてたわけだろ。なんだかな、考えがどっしりとしてきてるよ。親子に堂々と反論されちゃってさ。俺だって似たようなもんですよ。なんか考えを決めないとな、親子と話もできやしないよ。大将校、みんなは先に行った。明日はきつそうだから早めに宿に入りたいって。おお、すごいもんがあんだよ。何？絶対拾えないお金。え？うわ、あれは拾えないわ。江戸時代からあるんだって。見ると金運も良くなるんだってさ。金じゃないよな、仕事は。え？でかい会社ってさ、給料はいいんだけど、その分嫌なことも多いからな。いや、これからはますますそうなっていくと思うんだよ。一生同じ会社で働くなんて時代でもないし、転職なんかもう当たり前だしね。残った奴らは文句も言えないよ。嫌ならどうぞ出てってくれって、そんな雰囲気だしね、今は。会社辞めるつもり？原点に戻るかと思うんだ。俺もともとエンジニアだしさ、商品開発の事務所どうかなと思ってさ。出世競争に巻き込まれるのはもうごめんだし。逃げるんじゃなきゃいいと思うけど。え？特急のいつものパターンだからさ、嫌なことがあると逃げちゃうの。お寺からもお父さんからもそうやって逃げたでしょ。
心の底から特急がそう思うんならいいよ。先行ってる。うん。あ、そう。いや、そうしてもらえると助かるよ。ありがとう。わかったわかった。また連絡するよ。あ、じゃあ。あ。エリちゃんモテるでしょ。どうして？いや、村瀬さんは看護師さんだし。ああ、そりゃね、そういう意味ではモテるよ。高校の誘いも日も切らないし。患者さんだって好きになっちゃうだろう。エリちゃんみたいなナースがいたら。それはね、甘えたい気持ちと恋愛感情をごっちゃにしてるだけなの。男の人って入院すると甘えん坊さんになるから。だから男のアプローチには普通の仕事してるくらいすっごい慎重になるわけ。まあよっぽどのことがない限り気持ちは教えないね。そうなんだ。あ、うん、ヤスコ、うん、あの前も言ったと思うんだけど、石巻のこと。あ、あの話。ああ、実はね、俺結構本気だったんだよ。前から思ってたんだ。定年したら田舎帰って、それで海のそばで暮らしたいって。兄貴まだ船出してるからさ、たまにはその仕事を手伝ったりして。あの話だったが、私は。いやいや、お前のことだってちゃんと考えたよ。うん、あの時お前にさ、まだ老後だなんて思えない、人生を使い切ってないなんて言われてショックだったよ。だけど今はよくわかる。俺もそうなんだ。ああ、サラリーマン人生が終わってからやっと自分の人生が始まるんだ。で、俺は田舎で暮らしたい、お前は東京で新しいことをなんか始めたい、二人でわがまま言ってたら、じゃあ別れようかっていう話になる。そんなの嫌だな。今さら離婚なんかしたくないよ。で、いろいろ考えて、さっき昔の友達に電話したんだ。今じゃ石巻の名士って言われてるやつだよ。で、やつが言うには、向こうで最近英会話スクールが増えててさ、それで外国人講師に日本語を教える人を探してるんだって。まあ正式な日本語学校の先生ってわけじゃないけども、お前のやりたいことに近いんじゃないかと思ってさ。それと高橋や秀明も俺たちが東京にいるよりはずっと付き合いやすいんじゃないかな。遊びに来てくれるよ。どうかな。ありがとう。私のこといろいろ考えてくれて。うん。でも今は分かった。私日本語の先生やりたかったわけじゃないの。友達のブティック手伝いたいって言ったけど、それもそうじゃないの。あなたと話がしたかっただけなの。そう言ったらあなたが何て言うか聞きたかっただけなの。歩きながら考えてたの。30年前どうしてあなたと結婚しようと思ったのか。あなたの心にもっと近づきたいと思ったから。なのにこの30年の間にかえって遠くに離れてしまった。もっと近づけるはずだったのに。ごめんなさいね、いろんなこと言ってあなたのこと傷つけて。本当は離婚なんかしたくないの。心の置き所が見つからないだけなの。
まだ起きてたんですか。うん、眠れなくてな。もう秋ですね。忘れられない夏になったな。どっちに転んでも。30年、俺何やってたんだろう。せっかく夫婦になったのに、安子にあんな悲しい思いさし、さしまった。次の階段が現れる。歩いても歩いても答えは見つからない。いっそ寺を継いで坊主になってしまおうか。人生は一生が修行というならば、それも一つの答えである気がする。祥子と向き合うことだ。祥子と心を通わせ、祥子の心を安らかにすることだ。そのためには僕自身の嘘をつかない裸の心を捕まえなければならない。僕は誰だ。何を思っている。僕は何を望んでいる。これみんなお遍路さんが作ってはるみたい。でとんなまた。うちゃん、最近なんかいい句あったかの。まあ、ぶつぶつかの。あ、これどっかで見たことある。分け入っても分け入っても青い山。そりゃ三等かじゃ。ああ、あの人こそお遍路やけんの。日本中を歩いて四国で死んだんじゃ。あ、俺、あれ、塔を目当てにまっすぐ参ら。あれは善通寺さんを言いよったやないかの。後になり先になり、お遍路さんのたれかれ。さてどちらへ行こう。風が吹く雨だれの音も年を取った。捨てきれない荷物の重さ、前後ろ。何が何やらみんな咲いている。あんたのことを考え続けて、歩き続けて、たどりきっていまだ山そう。わしゃのこれが好きなんじゃ。雲は網張る、私は私を肯定する。空海さんによう似ちょる。何も否定せんのんじゃの。あるがままにあることにおいて宇宙の根っことつながっちゃう。いうことかいの。
雲は網張る、私は私を肯定する。弘法大師誕生の地善通寺は四国88箇所の中心的存在だ。厳しい旅を続けてきた遍路たちもここではいくらか心が浮き立つ。入れ歯の人おる？おらんね。これ硬い剣ね、もうカッキンカッキンやから。おばちゃんこれ3枚ずつ、はい、7人分ください。おばちゃんありがとう。ありがとう。あれだ、大丈夫？ええ、間違えて下がんじゃった。あた硬いな、これ硬い。硬いよなこれ。硬いわね。硬いよな。硬い。トイレ行く人は今のうちですよ。あ、私行っとく。こっちこっち。道よ。あら、起きてらしたんですか。お布団入っとってくださいな、冷えてきましたけん。ちと早いと思ったけんど、遺言を書いたんじゃ。嫌ですよ。そうじゃまるで死んでまうみたいやないで。死んでまうんじゃ。あと5ヶ月か誇らで。いやね、遺言やなんて。何書いたんですか。寺は生きとうもんで相談して決めてくれと。大体そんなことじゃ。大雑把やね。何ぞあったら総運に相談してくれ。特急がついでもつがんでもいろいろやってくれるじゃろ。ほんまに行くつもりなんですか、お遍路。死ぬ前にもっぺんお四国を回りたい。わしは何じゃったのか、人間は何なんか、その答えをもっぺん考えてあの世へ行きたい。最後にお前と歩きたい。ケチガンまであと3日になった。意地も張らず格好もつけず、俺がしたいことは何だ。私は私を肯定する。するとどんな道になる。翔子、今何考えてる。特急は翔子のことだよ。俺が何て言ったら翔子を安心させてやれるかって。翔子、私は結婚なんかしない方がいいんじゃないかってそう思いながら歩いてた。向いてないよ。特急の言う通り、自分が一番大事なの。特急が会社やるにしてもお寺継ぐにしても、私は自分の仕事を犠牲にしない。きっと喧嘩になるわ。結婚なんかしなきゃよかったって、お互いそう思うと思う。だからしない方がいいと思う。特急、お
行くよ。俺は答えが出たよ。失敗だったと思うよ。俺たちの30年は。俺がどう思おうと、お前があんな悲しい気持ちでいたんだったら失敗だったんだ。俺は亭主の役をしていただけだった。物分かりのいい父親の役をしていただけだった。お前が別れたいって言うんだったら仕方がないよ。だけど俺はお前と一緒にいたいんだ。お前より好きになった女がいないんだよ。いや、だけど何を話せばいいのかわからない。30年まともに喋ってこなかったからな。父親とか亭主とかそういう役のセリフしか出てこないんだ。だから思ったよ、最初からやり直そうって。片パン食べて硬いって言ったじゃないか。最初はそういうところから始めようと思って。本当の夫婦になれるまで何年かかるかわからないけど、お前とやり直したいんだ。二度目のプロポーズだよ。30年ぶりの。受けてくれるかな。ちゃうね、お遍路。うん、エリちゃんはどうだった？仕事続ける元気出た？今はね、みんなに優しくしてもらったから。俺もだよ。親父や袋のことはやっと気持ちの整理がついたな、うん、でも東京帰ったら分かんないかな。病院の玄関入ったらまた逃げ出したくなるか。東京帰ってからも会おうよ。普通の友達って意味だよ。俺もエリちゃんもいろいろあったし、人にはあんまり言わないことも結構言っちゃったし、少しは役に立つんじゃないかな、エリちゃんが元気ない時。うん、いいよ、私も役に立つよ、ヒロシ君が元気ない時。あ、お待たせしました。え、いや、あの、頼んでませんけど。あちらのお客様からです。早く行っちゃおう。風呂12時までやってさ。あ、はい。また行くんですか？広くて気持ちよかったじゃないか。特急さんも行きましょうよ。いや、俺はいいや、寝る。そうか。ヒロシ、明かり消してって。はい。出たらビールだな。今日は久しぶりによく寝れそうだ。俺もです。
絞りだ俺だけ。この旅は意味があったんだろうか。今度は俺だ。頑張れー。はい、行きますよ。はい、大型免許一発合格。当たったそして旅は最後の日を迎えた。住宅接種はギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソラハンニャシヨ。あ、どうも。新藤さん、ご苦労様です。ご無沙汰しております。待っててくださったんですか。いや、本当は最初からこんなつもりじゃなかったんですよ。どうしても息子が気になりますんで、血眼さえ終わったらさっさと東京に戻ろうと思ってたんですけどね。それが3日前にね、留守電が入ってたんです。息子から。来ましたか、綿木君から。はい、来ました。ありがとうございました。坂田さん、きっとあの怖いメッセージが聞いたんだと思います。何を言いよる。あんたらが諦めんかったがよかったんだ。よかったの。で、なんて入ってたの。あ、はい、あの、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ88番でしあさっての夕方待ってる。
息子さん来るってこと？はい、今日の夕方来るんです。88番に。だからぜひ皆さんとご一緒したいと思って待ってたんです。ここの民宿に泊まって。嬉しいですよ、僕らも。いい決断だ、新田さん。ありがとうございます。本当に本当にですね。まあ正直来るかどうかは分からないんですけど、ただ今はただただ待とうと思うんです。あ、違う、機種が古いんですぐ電池切れになってしまって。携帯、これですか？俺が作った携帯なんです。え？会社入って初めて商品開発のリーダー任されたのがこれなんです。最初見た時には言えませんでした。息子さんからきついメッセージが入っていて、お二人に悲しい思いをさせたんじゃないかと思って。でも今は胸を張ります。俺の携帯が親子を結びつけたんだから。いよいよ決願の寺、大久保寺。標高763メートルの女体山を越えるのだ。四国の道、最後の辺の転がし。決願へ向けて岩壁にしがみつくように辺路たちが登っていく。いい景色ね。何？本当になっちゃったよ。小津安二郎の映画の夫婦みたいに。そういえば私たち、もうすぐおじいちゃんとおばあちゃんね。え？昨夜ね、高志に電話したのよ。もうすぐ東京に帰るって。そしたらね、生まれるのか。うん、来年の3月ですって。そうか、おじいちゃんとおばあちゃんか。おじいちゃんとおばあちゃんね。
翔子、俺ずっと情けなかった。こういう夫婦になろうって翔子に言ってやることができなかった。だから翔子を苦しめた。ごめん。で思ったんだ、俺も翔子も忙しいのが好きな人だから、そこが難しいんだろうなって。すれ違うしわがままになる。これからは一人の人生じゃなくて二人の人生になるんだって言えば、なんだか綺麗事のような気もするしね。翔子が心配してるように俺だって俺より翔子のことが大事だって心の底から思える自信がない。だけどこう思ったんだ、翔子のことを自分のことより大事に思えるやつになりたいって。翔子もそういうふうに思ってくれればそれが理想だよ。理想の夫婦だよ。二人がそういうふうに思っていればいいんじゃないかな。ダメな時はまだまだダメだと思って頑張ればいいんじゃないか。二人がそういうふうに思っていればいつかそういう夫婦になれるよ。だから俺と結婚してくれないか。誰もが風呂上がりのようなさっぱりした顔になっていた。これ住所書いてあるから。あ、本当はつとめくんって言うんだ。うん。じゃあ私も。はい。はい。あれ？本当は陽子ちゃんだ。今度は本名で会おうね、東京で。
夕方まではまだ少し時間がある。新藤夫妻は境内で息子さんを待ち続ける。終わった終わった終わった。いやお疲れ様でした。お疲れ様です。なんかそう思ったらお腹空いてきちゃった。とりあえずビール頼もうか。翔子、俺たちはどうしようか。どうしようかな。俺ね、このみょうがを押し寿司にしようかな。みょうが？うん？親父？おふくろも？ああ、ご苦労様。大丈夫かよ、お遍路回るなんてさ。いくら医者の許しが出たからって。ゆっくり行くわ、休み休みじゃ。坂打ちするんじゃ。88番から逆に回るの。功徳が3倍になるんやって。どうなんじゃ、お前の方は心が決まったか。ああ、申し訳ないけんど寺は継がんわ。少なくとも今は。で、何をする？今までと同じことじゃ。携帯電話を作るんじゃ。ほなけんど気持ちは今までとは違うよ。競争や出世のために作るんじゃない。今度は使ってくれる人のために作るんだ。忘れてたよ、お遍路して思い出した。それが物を作ることだって。そういうことがしたいよ。俺は会社で失敗したからもうチャンスは少ないかもしれない。だけど諦めないで企画書を出すよ。絶対に諦めない自信がある。これが俺の仕事だと決めたけんな。では坊主というものはどう思う？何度も今日を挙げて何を思った？ええ仕事じゃと思うよ。葬式挙げるだけじゃないんだな。ちっとはそういうことが分かった。人の心を救う仕事だって。これで、これが分かれば十分だ。お遍路してよかったよ。お遍路は終わらんのじゃ。お前はこれから初めてお前が本当に自分で決めた道を歩く。これがお遍路じゃ。生きてくことがお遍路なんじゃ。わかるよ、ようわかる。さあ一杯だけやろう。諦めんで歩けよ。親父も気ぃつけてくれよ。あーうまい。もう一杯だけ行くか。あかんじゃ。不動様のような顔じゃな。特急から聞いたわ。おめでとう。ありがとうございます。よろしくお願いします。あなた特急がお寺継ぐかどうかそんなことも聞かんかったんやって。どっちでもいいと思ったんです。継いでも継がなくても特急は特急だから。ありがとう。幸せよ、あの子は。そう言ってくれる人と会えて。
題にはまだ答えられません。でもいつか答えられるように二人で頑張ります。それで十分。何やってんの翔子、大先達の坂田さんが写真撮ってくれるらしいんだよ。写真？うん。カメラ持ってたのかな。寺に預けてるんだって。へえ。すごい。40日以上かけて88箇所を血眼したお遍路さんちゅうねんよ。どっか顔が血もてくるんじゃの、まあ、ギリギリの勝負をしとるっていうことかの。ましてやあんたらと一緒に歩いてるで、ね、今日はもうことさら顔に見えますわじゃあこれがお仕事なんですか。いやいや、これ趣味じゃ。まあ3000枚ぐらい貯まったらの、なんか形にしよう思ってるけど。今何枚？2645。すごいね。こっち来てからずっと撮ってんですか。いや、ベトナムから帰ってしばらくカメラと縁切っちゃっての、この辺をブラブラしとってんだよ。あるお遍路さんと会うたんじゃ。まあ気が重たっていうか、なんちゅうかの、わしのつまらん話でもその人、まあ親身になって聞いてくれよって。どんぐりめのな、優しい顔してきたんじゃ。その時わしな、あ、この人の顔撮りたいもうね。これで撮らせてください、お願いしての。5年ぶりシャッター切るだから。あ、そうですか。2645枚の最初の1枚。それがの、ドッキーはおまんの親父さんや。俺の親父。坂田さん、親父さん大丈夫ですか。ご無沙汰ばっかりします。坂内しますよ。あんたも一緒に歩かんか。わかりました。後から追っかけますんで、先に取ってください。はい。ほな特急。元気でな。お。親父も元気でな。行ってきます。おふくろも気をつけろよ。行ってらっしゃい。ゆっくりだぞ。ゆっくりな。さあ、誰から行こうかね。まあ、じゃあ僕から。僕から。よいしょ。どんな感想ですかね、新総務部長としては。そうですね、まあ歩いてみて少しはマシな人間になれたかもしれないですね。でも元からちょっといい男ですけどね。わしにはようわからんのですけども、まあ、夫婦続けるっちゅうことはこれは大変なことなんでしょうな。大変ですよ、人生の大仕事です。京子ちゃん、結婚するんだってはい。本当にするの？本当にします。大丈夫なの？大丈夫、頑張ります。まあ仲良く喧嘩して。ちょっと硬いな。わしな、おまんとおやさんな、全然日蘭思っとった。だけどな、
さっきおふくろさん見て親父さんと会わしたらな、おまんの顔になってた。親父さんがますます栄冠だとの、うん、そうですかね、うん、じゃあ最後に聞きたい、これから先また迷ったらどうする？歩きます。